こんな質問をいただきました。先日 YouTube の篠原丈一郎さんのチャンネルで、小室圭の母親はなんか東京の貧民窟の出身で、さらにルーツが藤沢の童話だみたいな話をしてたんですけども、本当でしょうか、もう気になって眠れませんということなんですけども、まあ、結論から言うとですね、篠原丈一郎のことは基本信用しないで、まあ、気にしないでよく寝た方がいいんじゃないかと思います。もう僕基本的にね、篠原丈一郎とね、須田慎一郎はあまり信用しないことにしてるんですね。まあ、とりあえずこの童話の話については、で、須田さんのね、須田さんじゃないわ、篠原さんの YouTube チャンネル、まあ見てみましたよ、その街頭の動画を見てみたんだけども、なんかね、いやもうバンされてしまうから、なんか地名出せないだの、名字を出せないだの言ってるけども、いや地名や名字をね出してバンされるんだったら、うちのこの神奈川県人権ケアセンターなんて何回バンされてるんだって話ですよ。別にいいじゃないですか、その地名とかね、その名字出しても、というかそういうのを出さないと信憑性が疑われるんですよね。そんな軍服マニアのおじさんがですよ、いきなりその小室圭のルーツがどうだの言って、それ信用できるわけないでしょ。で、言えばいいじゃないですか、じゃあ童話ってどこの童話だっていうのもね、で名字がなんだっていうのもね、もうついで言うなら宗派が何かっていうところもね、その藤沢の童話、藤沢についてはね、部落探訪してるんで、ぜひねご覧になってください。このチャンネルで実際藤沢探訪してるんですけども、まあ言っても何もないですよ。まあ一応はね、部落というか、まあそれなりに中村さんとかね、ゆいさんとか、そのまあ神奈川の部落に多いような名字の家が何軒かあって、まあ多分まあそこのね日蓮宗じゃないかなとは思うんだけども、でもあそこは確実にあれ未指定ですからね、あそこを出身でどうはだの言ってもね、あんまりちょっと実感がないかなっていう気がするんですよね。で、その篠原さんがその ぼかしてた名字が 何かっていうことですよ。まあ、確かにね、中村さんとか、まあ、さらにゆいさんだったらね、かなりその部落出身というか、まあその先民にルーツを持つっていう可能性はかなり高いと思うんですよ。だけど藤沢未指定地区ですからね。でそれでその東京のその貧民窟にって言っても、まあ東京の貧民窟なんてあそこもね、その相当いい加減なもんですよ。そのまあ東京といえばね、團左衛門とかいるけども、まあでも團左衛門さんの子孫はもうね、もう完全に明治期にはもうね、もう平民になって、であんましその童話だの部落だの解放運動だの全く関わってないですから、うん、だからいやそれを言われたからどうなのかなっていうところがあるし、まあとにかくね、僕としてはその地名を言えよと、ね、名字を言いなさいと、それがなければ何にも信用できないですよと、特にね、篠原丈一郎なんだから余計に信用できないわけですよ。だからまあ僕としては、まあ基本的には信用しない方がいいんじゃないかっていうふうに思います。まあ篠原さんね、反論あるんだったら、じゃあ がっつりその地名名字言ったらどうですかね。いや別にそれ言ったからって言って別にバンされないんだから、そのなんか YouTube でバンされるとは何なのっていうのは、僕はそれは理由にならないと思いますよ。そうやってなんかぼやかして、なんかいかにもなんか匂わせて、なんか信憑性がありそうな、なんかそういう感じのことを言ってるんじゃないですか。で、まああと単純にね、もう小室圭とかね、その界隈にもう粘着するのやめた方がいいんじゃないかと思います。もうあの人もね、もう完全に結婚してしまったらもう詩人なんですからね、うん、まあ一応その税金使われてるとか言われてるけど、まあなんだっけ、受かったんでしたって、なんかニューヨークの弁護士の試験に。だからまあね、まあ、ほっとけばその独立するし、大体そうやってね、粘着する人がいるから、あの人らに税金使わないといけなくなってるんじゃないですか。もうほっといて、もう一般人ということにすればね、もう何もお金も使わなくていいわけだから、いい加減もう小室圭関係にね、粘着するのやめた方がいいし、でさらに小室圭の母親が童話とかいう、そう藤沢の童話とかいうあたりでね、僕は相当 そういうことに粘着して意味あるのかっていう気もするんですよ、うん、それはまあ奈良県とかね、まあ高知とか四国とか鳥取県の童話とかだったら、まあそこはね、もう解放同盟の組織率高いんで、まあそれは解放同盟との関係もあるかなというふうにはね、疑われるかもしれないけども、でも小室さんの母親はあんまり解放同盟とか童話なんて関係ないんじゃないですかね、うん、だからそこでなんかその童話っていうのもね、大体ね、その
ね、その住所本籍地をね適当に童話地区に移しゃ童話っていう風に認定されるようなそのいい加減なもんなんだから、その篠原さんその童話だって言うんだったらじゃあどういう理由でね、どんな風な理由でっていうのをちゃんと詳細に説明しないと、単にあいつは童話だって言ってもね、それはね単純にたまたまその童話地区に住んでただけかもしれないし、本籍がたまたまね童話地区に置いてあるっていうだけなのかもしれないし、それだけで童話って言われてもね、まあ相当いい加減な話なんで、そのどんな風に童話なのかっていうことをちゃんと詳細に説明しないとですね、出ないと全く意味のない話だと思うんですよ。ということでね、まあ基本、篠原丈一郎さんの話なんか信用しない方がいいですっていうのは僕の考えです。あ、ちなみに須田慎一郎の話を信じない方がいいっていうのはね、前にあの人ね、なんか部落の地名にはなんかね、その部落と分かるようにこっそりとこう政府がねその記号を隠したみたいな、その陰謀論っぽいことを言ってたんで、もうそれ以来僕信用してないんです。ということなので、まあとにかくあの界隈の話っていうのは僕は気をつけて聞いた方がいいです。一方でね、この神奈川県人権ケアセンターはちゃんと地名も出すし、名字も出すし、ちゃんと文献も示すしね、で、まあね、このリスクをかけてね、常にやってるので、だからうちをね、信用していただければと思います。まあもちろんうちもたまにね、部落担保外すこともあるんだけども、でも外したら外したなりにちゃんとそのことは説明するしね、一応その第三者がね、真偽をチェックできるようになってるからこそ、こうね、後でいろいろ文句を言われるっていうところもあるので、僕はちゃんとそのあたりオープンにしてやってるので、まあああいうね、ちょっとその匂わせをして、それで丸投げして終わりみたいな、そういう人たちは信じない方がいいと思います。ということでね、質問いただいたので、それに対する回答でした。